鳥だった。鳥って何ですか？見てない。ではわしからは何も話しません。思っておる、はい、なぜわしが表紙かというところですな。もしも早く見なくちゃ昨日演舞の方見ちゃったもん。私演舞の方知らない。山登りこっち向いた。わしが知ってるえのきというのは、あの、なんだろう、白いふさふさの、これ大きく、あれ大きく育つとこうなるのかの。えのきだけでね。わしの、わからんバレちゃいました。では次。えのきだけ、あ、そうですな、えのきだけとえのき違いますの。名古屋城すごいですから、何でもかんでも増えるらしいですから。そうですね、江ノ島ってもっと松に入るから、松茸みたいな。そうだよね。ちょうど名古屋城ができた時、根元に入るってできた時じゃないですか。名古屋城ができる前でも死んどりません。1610年に死んどります。多分これ皆様初耳ですの。1610年に死んどります。ゆえに蘇ってから調べたところによると、名古屋城の築城開始ですから、確か開始の年に死んどります家に、わしのこの名古屋城縁もゆかりもございません。だって松右衛門さんはなんか名古屋城築城の時に参加してました。なるほど。あの、あれすごいの、縁武残儀で行ってました。はあ。しかしながらわし、あの、非常に興味があるのが、あの、清正の石引き、聞くところによると祭りではないかという。参加したかった。これで清正様も崇拝しましたからな。この方すごいの。でも金様も生きてるだけで祭り方、祭りのそのような形ではないですな。この方でございますにも尊敬。で、としえ様も尊敬。皆様尊敬して。えのき。えのきとえのきだけは違うんですか。はい。でも、どこしたよね。えのき、えのき、えのきだけかもしれない。はぁー。じゃあ、えのきだけ生えとりますかね。どのくらい。環境悪しかない。全く正しくまだ。どの町でも入るわけじゃないもんね。そうだよね。なんだろう。町はたくさん大きいんじゃない。聞くところによると、この忍者が逃げる通路があったという噂があるらしいですけど、わしは一切したんですか。そこじゃなくて、なんかあちらにもござるという話を聞いて、それでこの堀川というかやって、あちらに行く、逃げる。そうそう、忍者。あ、ちょっと意外にもあったんですか。そうです、忍者がおったのではないかという話をちらっとだけ聞いたことがあります。実際はどうか知りませんが、忍んでるからあんまり小さめの声ですよね。バレちゃいけないから。そうなんだ。だって、そんな堂々って言っちゃいけないの。そっとって感じ。忍ばなきゃいけないから。参りますかの。何かお話したいんですが、あの、何を思いつくんですか。私、いつもあの、和之助さんが、あの、松ぼっくりとかでなんか可愛いの作ってらっしゃるじゃないですか。あれすごく、それ実際にやってるの、すごく実演。すごく、うん、可愛くてあれすごく好きですね。どんな感じ。おしえ様はもう、まずはただ最近曲げができましたからの作ったなんですの。まずはどんぐりを作るというのが肝でございます。作ったなんですか。
ってるんですか。違うの。でもなんかわかる。そういうやつ作ってみますね。まあ、こんな感じで作っておりますね。曲げございますからね、最近としてたら。曲げが。曲げ太いですからな。上がり眉毛だっけ、昨日言ってたの。おしゃがり眉毛ですか。あの、いい、あ、言っりました、ラジオで言ってたやつ聞いておりましたか。なんか最近、としあさんもなんか眉毛占いっていうのがなんかすごい楽しいですね。いや、これはちょっと違いますね、また再度挑戦いたします。まあ、こんな感じにささっと作ってくださ い, いなんかちゃちゃっとできちゃうんですね。一番大変でしたのが、誰かわかりますかの将軍様ですか。正解です。どうやろう。わしの中では刑事様は言ってしまうとあれですが、勝ったんでした。特徴がございます。で、家様となりますと、やはり兜を作るというところから始まりますね。兜が大変でした、あの、やはり。すごい天気ですの、これ。雲一つなく。ね、暖かい。あれはどこですか。風もない。お疲れ様でございます。あそこで座談するとか。最初の始まりを座ろうか。あれですの、眉毛ではないですか。化粧で手にほくろがあると A という、聞いたことございます。特に何でしたかな、指の第一関節の間にほくろがあると何が縁だか忘れましたが A らしいですよ。わしも持っておりますからね。あとほくろには死にほくろというのがございるらしく、薄くなるとそれは死んどるらしいです。ほくろも生き、ほくろも生き物じゃというのを仙台行った時に聞き申した伊達武将大様から。こんにちは。Thank you。 部長様すごいですの、ここに立っていろいろペラペラ話せる。わし話せんですからね、今何話そうかな。会場綺麗ですね。
出てきましたここで。急に持ったら全部できますよ。うん、一周できる。やらんですな。やばい。やば。さあ、下がりました。知らない。お。という身軽ですね。アピールですね。足早いですと取りつつ、わしの悔やんでることはあの2月23日あれですね、最初の開始がわし遅れてしまい申して、秀吉様に勝てんかったという、勝てんかったというか、秀吉様早いんです。いやわしあれですと、まあ、これは武将様の言い訳でございますが、スタートが遅れてしまい申して、さっき、うん、行かれてまったあれがもう食いても食いても悔やまいって。こんにちは。ほう、一番遅いのは誰ですか？夏さん抜かして。抜かしてわしは払うんですからな。とりあえずわしは翔へ燃えるも早いですよ。そこがポイントですね。わしは翔へ燃えるも早い。そこだけがもう、そこが大事。一度も仕返されませんか。あの者たちを。